聞けば七番組の副組長は人型の周期に襲われて気絶していたとか。お前はアズマ家の名に泥を塗るばかりじゃな、ひまり。おとなしゅう家に帰ってこい。三番組も遭遇したらしいな。うん、しかも襲撃は2回。背中を預けるには不安なものもおるの。誰とは言わんが隊員同士の魔と交流戦をしないか。魔と交流戦？野球なわけないよな。組と組との腕比べのことなんですよ。なるほど。いいや。組長、お願いがあります。お力を拝借できますでしょうか。勝つためなら覚悟の上で。あんたはこの東ひまりの奴隷になることが決定したわ。ぶっ飛ばすチャンスありがとうございます。必ずぶっ飛ばせよ。必ずぶっ飛ばします。これが本当の能力。強化さん、なんだかゲームのカードみたいだけど。他人の能力を学び己でも使える。それが自分の能力。たくさん出たわよ。早く。知らないからな。これならあいつと戦える。能力の代償だよ。というか体が動かないんだけど。褒美が続くってことじゃない。体がいつまでも動かない。やっぱり能力の代償なんだから、俺が褒美を受け取らないと終わらないんだ。なあ、これで褒美になっているわけ。能力は他のを使った方がいい。それができるならそうしてるわよ。はしたない。だったらなんで。